久保さんあのね、ショート動画、あの <laughs>、僕ね、ちょっとね、ショート動画やった理由って、まあ、結構これが大きい部分があって、あの、まず、熟成さんがですね、あの、今、インスタメインでやってるんですよ。で、インスタで何も結構力入れてやってるかっていうと、ストーリー投稿なんですよね。で、そのストーリー投稿って、コマ15秒とか、まあ30秒とか、まあ、めちゃめちゃ15秒ぐらいなんですよ。 まあ、リール投稿みたいなのもあるんですけど、まあ、あのー、ストーリー投稿結構頑張ってるんですけども、まあ、結果的に、まあ、僕、熟成さんだから、まあ、結構見るんですよ。まあ、上がってく、あ、フォローしてるしね。で、まあ、見てて思ったのが、要は、コマ15秒なんだけども、 15秒だからこそ見れる回数が、要は接触回数が増えるわけですよ。で、接触回数が増えれば増えるほど、結局その興味を持っていただけるっていうところがあるなっていうところがあって、あとは YouTube のショート動画で今結構回してるのが、あの、レベゼン地球さんのフォーさん、あの、あの、裏方ではないですけども、その、あの、 なんですかね、チームメンバーの人,の人が、まあ、まあ切り取ってるやつをショート動画してるやつ人がいるんですけどそれ結構回ってるんですよで、まあ、まあこの1分圏内に、まあ、いい話をしたりとかするんですけどもだからその何ですかね要はショート動画からメインに行かないっていうのはもちろん割合的にはね、まあ、少ないとは思いますけど結局その関係性を構築する上で うーん僕いろいろ考えたんですけど、ライフタイムバリューってあるわけですよ。ライフタイムバリューっていうのはお客さんの生涯価値ですよね。お客さんがその会社に生涯でどれぐらいお金を落としてくれるのかっていうのがライフタイムバリューみたいに言われてるんですけども、これね、僕最近このショート動画からこれ結構大事だなっていうのがあって、LTT なんですよ。ライフタイムタイムみたいな。<laughs> ライフタイムタイムですね。これ新しく作ろうかなと思って、講義も作ろうかなと思うんですけど、 今、この着眼点がなかったなと思うんですよね。ライフタイムバリューっていうのは、お客さんの収入は下がることもあ,あれば、上がることもあるんですよ。例えば、出世しましたとか、ボーナスが入りましたとかね。だから、その持ってる量っていうのが、その増えたり減ったりする、変動したりするわけですよ。変動があると。でも、ライフタイムタイムは変動がないんですよね。1日24時間しかないんですよ。で、この 1, 1人当たり1日50時間ある人がまずいないんですよ。 このもうどう考えてもこのお客さんが使える時間っていうのがお,金お,かお客さんが使えるお金は変化はあるんだけどもお客さんが使える時間ってそんあのマックス変化があったとしても24時間なんですよでも毎日24時間起きてるかっていうと起きてないしだここっすよねだからあのショート動画ってその着眼点だったらめっちゃやったほうがいいなっていうのは最近思,あの思い始めてまあ始めたんですけど まあちょっとショート動画を極めます。<laughs> で、その要は目的なんですよね。まあ僕も今、まあ、昨日、今日ぐらいでこうテストをし始めてるんであれなんですけど、要はアクセスを稼ぎに行くんであるならば、そのアクセスが上がりそうなまあジャンルですよね。でもコンテンツビジネスをするんだったら、そのアクセスはコンテンツにつながらないんですよね。あまり。だからコンテンツ販売するんだったら、そのコンテンツに興味あるような コンテンテツだからそのアクセスを稼ぐというよりかは、この短い時間でコンテンツを届けるってことですね。自分が売りたい商品の教育だったりとか、だからそのレベゼン地球さんの、フォーさんだな。名前なんだっけ、あの人。レベゼン、あのね、あの人結構ね、あの、あ、フォイだ、フォイさんだ。 そう、フォイさんの DJ 社長のそのフォイさんの,あのメンバーの方、フォイっていう方いらっしゃるんですけど、そのフォイさんのあのいいこと、まあなんかライブとかで、まあ,あの切り抜きやってる人がそのライブとかでフォイさんが喋ったやつを、まあ、ここ抜粋して切り取ってるんですけど、結構比較的やっぱほぼ何百万回回してるんですよね。で、それがちゃんとなんかその成功するためにはとか人間関係の考え方とかその考え方ですよね。そう。 だから、その、やり方によっては、まあ、いけるんじゃないかなと思いますね。要は、ただ、その、単純にね、アクセスを稼ぐためのショート動画を作ってたら、それはコンテンツを売るのは難しいんだけども、その、ショートの中でしっかりと伝えることを伝えとけば、まあ、別にあんま関係ないかなっていう。逆を言うと、あの、接触回数増える、増やすことは可能なので、うん。だから、なんすかね、イメージとしては、 なんかディズニーランド、ディズニーランド行こうよじゃないんですよ。じゃなくて、まあの、刻んで、刻んでその,あの、スタバ行くみたいな感じですね。刻んでスタバ行くっていう。でもこれ、両方多分いいと思うんですよ。うん、ディズニーランドの一発の、そのね、映画とかね、まあイベント的なディズニーランドとか映画とか遊園地とかね。 あそういうのは、まあ、いその、すごい一発でいい思い出っていうか、いいその関係性は構築できるかもしれないですけども、逆を言うと、その別にその身近な、あの、スタバとかで日々こう、あったりするっていうのも、関係性構築する上でも結構いいんじゃないかなっていうところですね。まあ、両方あった方がいいと思いますけど、うん、ただまあ、その、時間ですよね。時間の限界、ライフタイムタイムっていうね、 これちょっと新しいんじゃないかなと思うんですよね。ライフタイムタイムっていう <laughs>。これね、ドリアカの講義でちょっと作ろうかなと思ってます。ライフタイムタイム。うん。そう。で、特に、特にですよ。あとは着眼点としては、昔に比べると、昔に比べると発信者がやっぱ増えてるんですよね。しかも、いっぱいいろんな SNS が出てきてるわけですよね。で、そこで、いや、昔は見るものがある一定しかなかったんだけど、これからいろんな SNS、今も出てますけど、出てきて、 あのその限られた時間の中でいろんなのをもうみんな見てるわけですよねだから結局いろんな SNS 上で時間の奪い合いをしてるしいろんな動画のライバルで時間の奪い合いをしてるわけですようんで今後も昔に比べると今小学生でも YouTube やったりとか小学生でも TikTok やってる時代になってきてますから、まあ、将来のことを考えるともうど,どんどんそのお客さんのこのライフタイ,ムタイムっていうのはどんどん減っていくわけですよね で、この中にこう入っていかないといけないので。うーん。だから今、ショート動画が人気な理由って、実は、うーん、その、なんすかね。あの、あんな感じなんですね。例えば、ご飯を食べる量っていうのも、まあ、大食いじゃなければいっぱいあるじゃないですか。だから、その、なんかよく、なんかおしゃれなお店とか行くと、小鉢でね、めっちゃ種類あるみたいな。だ なんか大盛りの牛丼1個食ったらもう満腹だけどこの小鉢でいっぱいあるとなんかすごい楽しいじゃないですかうんだからなんですかねそういう提供の仕方ですよねうんだからそのみんなそのいろんな SNS があるから選択し放題なんでいろんな限られた時間の中でいろんなのを消化したいんですよでいろんなの消化したいってなった場合必然と尺が短くなるってことですね うん。だからまあ時代の変化なんで、これはね。昔はその、い、い、だからその有名 YouTuber も結局僕もいろいろリサーチして思ったのが、有名 YouTuber も、まあ本当は大御所は別ですよ。めちゃめちゃ大御所はちょっと別なんですけども、やっぱりその8年前とか6年前、その YouTube がトレンドになって、YouTube で生きていくみたいな時の動画が一番結局回してるんですよ。 その有名 YouTuber、ある程度の有名 YouTuber でも結局一番動画を回してるのってかなり昔の動画なんですよね。で、直近の動画ってその過去を超えられてないんですよ。そう。そう。だから結局その時間ですよね <laughs>。うんへ。うあの、一番その、なんすかね、昔はその動画コンテンツっていうのはなかったですから。YouTube しかね。そう。 だからこれはもうほんと時代の変化なんで、ちょっと対応していかないといけないなっていうのはすごく感じましたね。うん。ただちょっとショート動画、しかもショート動画はね、結構割かし簡単に作れるんで、まあちょっと極めて色々テストしていこうかなと思います。では。